ました。しかし、皆様礼儀がなっていませんね。来るなら先に連絡くらいしてくれてもよかったのでは？約束の期日ギリギリまで私を待たせるなんて、さすがは犯罪者、人が悪いです。おかげで、おもてなしの用意をし損ねました。そりゃ悪かった。礼儀正しい挨拶。ああ、もご想像にお任せいたします。悪趣味な男だ。ファントムとやら、お前は自分が何者か探らせようと仕向けながら、一方で自らディレットーレであるかのように振る舞い続けて、シカゴに現れた時レコードにも、一連のお前の言動には不可解なことが多すぎる。ただ驚いていただくためだけに徒労を重ねるのも私嫌いではありません。しかし皆様ご理解されていないようですね。いいですか、私が豪華に包まれた後、セバスティアーノ・ガリエはアンリ・ランベールを指す言葉となりました。つまり私と彼は不可分の関係、コインの裏と表同一の存在となり果てたのです。そう、私はまさしく亡霊、悲劇の果てに彼が残したファントム。くだらん奇弁だ。ところで約束。ああうん、恐ろしいですね。堂々と嘘をつく。さすがは非道の犯罪者です。ああ、怖い。あの遺跡はちゃんと監視させていました。封印を解いた様子がないことくらいわかっているんですよ。ファントム。俺たちが、あの人を殺したから、恨みを晴らすためにこんなことを。恨みを晴らす。つまり私の殺人は全てアンリのための復讐だと。お前が俺たちに対して明らかな敵意を持っているのは分かっている。お前はこの町でこちらを挑発する犯行を繰り返してきた。なるほど。うん。私はただ、私が楽しむためだけに殺し、私のためだけに皆々様を愉快に挑発したまで。